もしや、あれは黒き月。私も詳しいことは知らぬ。ただ以前シャトヤン様から聞いたことがある。黒き月とは人に仇なすロストテクノロジー、自己増殖を繰り返す自動機械。シャトヤン様はそうおっしゃっていた。黒き月か。とりあえずとてつもなくヤバい存在だということだけは理解できるぜ。たった一撃、それもかすめただけで都市衛星ファームを破壊させたんだからな。詳しくは分かりません。ですがここからでも確認できるほど惑星表面が大きくえぐられています。それでは、たとえ直接攻撃を受けなかった地域でも、その衝撃波だけで壊滅的被害を受けたのではないかと。言いたくはないが、絶望的だろうな。通信が入りました。都市衛星ファーゴからです。こちらファーゴ第二宇宙港管制室。エルシオールとエンジェル隊を指揮しているのは誰じゃ？おお、タクト。あの混乱の中エルシオールに乗り込んでおったとは。すべての宇宙港が被害を受け、中央管制室も沈黙しておる。港の中の無事な宇宙船を逃がすので精一杯じゃ。ファーゴの市街区も先ほどの攻撃でほぼ全滅に近い状態じゃ。その怒りはしばらくとっておけ。今周辺の各惑星から友軍が接近しつつある。それよりタクト、シヴァ王子の所在を知ってはおらぬか？案ずるな。私ならここにいる。なんと、よくぞご無事で。そうじゃったか。いや、よくやってくれたタクト。司令、エオニア軍が動き始めました。反応、急速に増加中。あの黒い巨大建造物から次々と無人艦が現れてきています。他にも初めて見るタイプも混じっているようです。また新型か。今度は何だ。現在データを解析しています。エオニア軍ファーゴに向かって接近中。これじゃキリがないぜ。どうするタクト。それはならん。早く逃げるんじゃ。シヴァ王子がおられるとなれば話は別じゃ。エオニア軍の集中砲火を浴びるエルシオールに王子を置いておくわけにはいかん。ルフト、ファーゴの人々を見捨てろというのか。そうは申しておりません。幾分困難にはなりますが、避難できる可能性が全くないわけでは。それが見捨てることだというのだ。マイヤーズ、ファーゴからの避難を援護して戦え。これは命令だ。
ならんぞ、タクト。シバ王子を安全なところへ。それでよい。奴らをファーゴに近づけるな。タクト。ここまでシバ王子を乗せてきた船ということで、エオニア軍はただでさえエルシオールをマークしているでしょうしね。あった、わしは何も言うまい。エオニア軍の足止めを頼む。くれぐれも無理はするなよ、タクト。必ず生き延びてまた会おう。了解。もうこれ以上の犠牲は出しません。了解。解析によると攻撃衛星の意思ではないかと思われます。こちらの光線圏内にある攻撃衛星はこの一機だけだ。しかし他にも無人艦が多数確認されている。まずは攻撃衛星を守っている装甲ミサイル艦、高速突撃艦、巡洋艦、それと駆逐艦だ。なお友軍の船が援護についてくれた。この位置だ。今回も共同で作戦に当たることになる。敵が猛将機と称していたあの大型戦闘機はいませんか？はい、レーダーには今のところそれらしい反応はありません。さっきの戦いでボコボコにしてやったから出てこられないのよ、きっと。補給や修理のタイミングが重要になるだろう。あっ、紋章機が危なくなったらすぐに指示を出せよ。もう一度作戦内容を確認するか。了解。これより攻撃衛星の破壊に向かいます。なんだか強そう。近づけるかな。なんだろうとやるしかないだろう。行くよ。頼んだぞ、みんな。作戦開始だ。
私は今とても強い感情を抱いています。なぜ無関係な人々が巻き込む必要があったのでしょう。あの黒き月の攻撃、私には理解できない行為です。攻撃に移るわ。エオニア軍が行ったことは見過ごせるものではありません。機体に損傷発生。このままじゃまずい。回避されました。タクトさん、どうしよう。反撃される。私にご命令を。人々を守るため。命中ですわ、タクトさん。この距離で外すな。残っている人々のため。あんたのせいよ、タクト。ここで敵を食い止めなければ。いい攻撃ができたわ。これで少しは楽になるといいんだけど。敵に回避されました。目標を確認いたしました。行ってまいります。すみません、タクトさん、攻撃失敗です。そんな攻撃当たるもんですか。生き残っている人々のためにここで敵を食い止めなければ。命中ですわ、タクトさん。私たちが戦っている間に避難は進めばいいのです。カンフーファイター、了解。やったわ、タクト。今の一撃かなり効いたみたい。今のは聞いたようだね。まあ、こちらハッピートリガー、目標を片付けたよ。攻撃に移るわ。とりあえず、やれるだけやってみる。目標の中枢部に命中。敵の攻撃を回避した。敵を破壊しました。せっかくのチャンスに、あたしってやつは。
4番機了解、なんとかしてみせるさ。そんな攻撃当たるもんですか。かなり効いたみたいです。うわ、ちゅー、外れちゃった。タクト行くよ、こいつら許しちゃおけない。大当たりです、タクトさん。次もこの調子で行きます。はい、なんとか頑張ってみます。カンフーファイター了解。はい、わかりました。了解。大当たりです、タクトさん。次もこの調子でいきます。4番機、敵を撃破した。今のは効いたようだね。まあ、これで終わりじゃないけど。効果的なダメージを与えられました。目標を破壊しましたが、ちゅー、外れちゃった。はい、タクトさん、機体に損傷発生。このままじゃまずいわね。敵を発見。勝てるかわかんないけど、行くしかないわよね。はい、了解しました。うわ、ギリギリで避けられた。ターゴとロームの人たちどうなったんでしょう。攻撃を回避。ハイパーキャノン回避に成功しました。タクトさん、攻撃を回避できました。攻撃避けられました。ギリギリだったけど。命中しました。たった一度の攻撃で外れなくてよかった。どれだけの命が失われたのか。タクトさん、攻撃が成功しました。生き残っている人々のためにもここで敵を食い止めなければ。なんとか命中したか。早く落ちろ。このはい、わかりましたね。目標の中枢部に命中できたわ。効果的なダメージを与えられました。はい、了解しました。了解。うまくいけばいいけど。4番機了解、なんとかしてみせるさ。はい、タクトさん、行動を開始します。そろそろエネルギーが。補給をお願いできますか。命中したわよ、見ててくれた、タクト。了解しました。なんとかやってみますか。はい、了解しました。な、回避された。こりゃまずいわ。ハーベスター、了解。タクトさん、敵を発見しました。これより攻撃に向かいます。ハーベスター、了解。了解、これでもう大丈夫です。ありがとうございました。はい、了解しました。航中の災害かもしれませんね。私たちは生き延びた。ありがとう。これで心置きなく戦えるわ。
了解ですわ、ペクトさん。よし来た、タクト。4番機、応急処置が完了した。もう一度暴れしてくるよ。ハッピートリガー了解。今エオニア軍と黒き月に対抗できるのは私たちだけですよ。ここで敵を食い止めなければ大変なことになります。タクトさん、これ以上の非道な行為を許してはいけませんわ。私たちを打ち漏らしたことを敵に後悔させてあげましょう。差別攻撃なんて人の上に立つ者のすることではありませんわ。タクトさん、私だけでなく他の皆さんにも気を配ってください。ライアーダンス。攻撃なんて人の上に立つ者のすることではありません。かなりの被害を与えられましたが、少しは楽になるといいんですが。被弾しました。今のは効いたようです。ダメージが軽微です。言いまくりでなければです。攻撃を回避しました。攻撃を回避。ダメージが減る。2番機、攻撃を始めるわ。回避に成功しました。ハーベスター、目標からの攻撃をかわしました。攻撃を回避しました。ハーベスター、被弾。攻撃を回避しました。攻撃を回避。ダメージが減る。トリップマスター、攻撃に成功いたしましたわ。あーもう、なんで当たんないのよ。なんとか回避できましたわ。私たちが戦っている間に避難が進めばいいのですが。レッグ、なんとか倒せたわ。これで終わりじゃないけど。攻撃開始。タクトさん、攻撃を回避できました。攻撃避けられました。ギリギリだったけど。せっかくのチャンスに、私ってやつは。敵の攻撃を回避したわ。たった一度の攻撃でどれだけの命が失われたのか。で参りますわよ。フライヤーダンス。効果的な一撃を与えられましたわ。タクトさん、ご覧になってました？かなりの被害を与えられましたわ。少しは楽になるといいんですが。コハナリの3番機、敵を撃墜しましたわ。攻撃衛星の破壊に成功しました。光線圏内にいるその他の無人艦も全て撃破。よし、敵の防衛ラインを崩したぞ。もう一息だ。大丈夫です、任せてください。こっちは問題ないわ。黒き月への一番乗りはこの私よ。私のことならご心配なく、参りましょう。まだまだ、この程度なら朝飯前さ。一気に行こうじゃないの。5番機、問題あります。